はい、本編です。実はですね、今、この配信がされているタイミングだと思うんですけども、久しぶりにね、7days の、ノートで3倍速で願望を加速するチャレンジ7日間っていうのをやっている最中なんですね。で、今回も、いろいろな方がね、たくさんの方が参加してくださって、で、ノートってどういうことなのかとかね、願望を叶えるってどういうことなのかとか、そういう話を、しているっていう感じなんですよ。で、そのアウトプットが、バンバン上がってきてると。で、集中してね、7日間やるタイミングのものなので、非常に、集中的というかね、短期集中って感じがするんですけども、逆に短期集中で学ぶことによって、こう一気にインストールされていくっていうところもあるんじゃないかと思います。で、大抵の方は原理原則が分かったから、もうあと一人でやるっていう考え方の人もいると思うんですけども、その裏にはどういう意味があるのかっていうのが案外分からず、表層的なね、言葉だけで分かったつもりになっていて、で、実は自分の中に落とし込めないで終わってしまうというケースもあるんじゃないかと思います。これは私自身のね、自戒も込めてっていう感じなんですけども、なので、その辺の体感をね、もう一回したいということで、過去参加された方もね、新たに参加してくださってるっていう方も結構いらっしゃるんですね。で、大抵の方が言うのは、2回目受けてやっと分かってきたということなんですよ。もちろん話してる内容はそんな大きくずれてるわけではないし、ある程度ね、コメントを見ながら私も話すことをね、いろいろ変えたりするんですけども、でも、その時に集まったメンバーの視点、視野、質問によって考え方っていうかね、反応の仕方も私変わってくるので、そういう意味では、その時のメンバーのね、悩みとか、メンバーの人が感じる問題意識によって、こうみんなのね、視点がね、違った形で相乗効果として現れるっていうケースは結構多いと思います。なので、質問に答えるライブとかもやったんですけども、やはりその時のみんなの質問っていうのは、誰にとってもね、必要な質問、聞きたい質問だったり、こういう視点で考えるのかっていう質問だったり、質問自体がね、有益なものなんですよね。で、そういう問題意識をやはり持っている方、あとはそういうのを素直にね、受け取ってくださる方、やばい、これはまずいでしょうみたいなね、自分の中でこう反省してみたり反芻してみたりすることによって、書き方が変わったりとか、自分の願望への目の向け方が変わってくるじゃないかなと思います。そういう意味ではね、チャレンジはただ講義をするんではなくて、その時のね、アウトプットを見たり、あと質問を見ることで、そのメンバーだからこそのね、楽しさがあるのかなと思って今もやっています。で、実際にね、どういうところでびっくりしたとか、新しい発見があったとか、その都度ね、コメントをいただいたりとか、投稿してくださったりするので、なるほど、こういうところが自分に当てはまるのかとか、こういう発想はなかったんだっていうのが分かることとかをね、教えてくださるんですけども、やっぱりね、一見当たり前に思ってること、常識に思ってることが、自分の可能性を広げるときには全然常識じゃないんだなっていうのを少しでも感じてくださればいいなと思ってます。で、やはり、私が一貫して言ってるのは、これは別にノートに限らないんですけども、私が発信しているメッセージの全ての停留に流れているコンセプトっていうのは、やはりこう自分の人生を自分でクリエイトするっていうことなんですよね。これは多分10年以上言ってきてることなんですけども、じゃあクリエイトするって何っていう話をね、ちょっと今日したいなと思っていて、でクリエイトするっていうと、なんか自由でいいよねとか、そういうふうに捉えると思うんですけど、自分自身が自分の人生の主導権を握るってことなんですよ。なので、誰かに預けるのではなく、誰々がやってくれるとかね、環境がこれだからとか、そうではなくて、要は
自分の、まあ、主語、自分という主語を戻すっていつも言ってるんですけど、私はっていう主語で考えてほしいっていう話なんですね。で、主導権を持っていくっていうことは、まあ、自分のやりたいこと、ゴールとかビジョンとか、それに向かって行動していき、まあ、積極的にね、自分の人生を現実として形作っていくっていう感じなんですよ。で、これは他人とか外部がどんな環境、どんな状況であっても何とでもなるっていう話なんですね。環境がこうだから、もちろん私は環境の強さっていうのをすごく感じてるんですね。その環境だからこそできるっていうのもあるし、でも環境だけに頼っていると、その環境が作れなくなった時、あるいは変わってしまった時、まあ、それは社会的な変化とかね、人間の価値観とか、そういうのが変わってった時に、結局戻るのは自分自身ってことなんですよね。なので、自分の能力とか、まあ、パッションとか価値観とか、そういうのに基づいて自分自身の人生をね、設計して現実化していくっていうことなんじゃないかなと思います。で、こういう話をすると、まあ、みんなそういうふうになりたいっていうし、そういうのを目指してるっていう方は非常に多いんですね。誰だって自分の人生を自分でクリエイトできるようになりたいっていうふうに言うんですけども、じゃあそれにまつわるマインドセットって何かっていうのをいくつかねあるんですけれども、でも、まあ、たくさんの項目を挙げるよりも一番大事なことだけをね、今日はここでお話ししたいと思います。とにかく自分の人生の主導権を握って、自分に主語を取り戻して、自分のやりたいことを現実化させていくマインドとは何かっていうと、もう一つしかなくて、自分の人生において自分自身が責任を持つことなんですよ。なので、自分の人生に責任を持つと決めない限りは主導権は握れないってことなんですね。じゃあ自分自身の人生に責任を持つというのはどういうことかというと、他人とか環境のせいにしないってことなんですよ。能力がね、足りなかったり、あるいは、まあ、誰でも使える要素って限られてるじゃないですか。まあ、能力的なもの、時間的なもの、お金的なもの、いろいろみんな条件があって、制限がある中でなんですよね。でもこの中でどういう選択をするか、結局自分で決められるんだと、自分の選択と行動に責任を持つと、全部物事が主体的になっていくって話なんですよ。これできないんです、私には難しいんです、時間がない、お金がない、こういう環境だから無理、誰々さんがこう言ったから、誰々さんがいるからできないとかね、なんかそういう自分の外側に理由を求めてしまう限りは、自分の人生に責任を持つってことはできないってことなんですね。で、実際にはノート術のね、このチャレンジの中でもどういう視点でやればいいかとかね、結構話しています。自分の持っている講座とかでも話していると思います。自信がないとかね、まあ、そういう話もよくするんですけど、もうこういうのも自分の人生の主導権をどっか自分の外側に預けてしまってる証拠なんですよ。自信がないということで動かなくていいとか、自分のことを責めて、あるいは相手の悪口を言って安心できるんですよね。でもこれも自分で選んでるんだって決めるのって、実は非常に怖いことなんですよ。でも正直、自分の人生に責任を持つっていうのはそういうことじゃないかと思います。だからこそ、そういうことができるようになるためのマインドをトレーニングしたいっていう、まあ、そういう位置づけでノートとかね、まあ、他の講座をやっているわけなんですよ。だから、もともと自分の人生を外側に預けるっていう前提の人には、私の考え方は全く馴染まないんですね。で、そういうのをやってくれる方もいらっしゃるんですよ、たくさん。特にこういう心理学とか、まあ、コーチングであるとか、そういう世界は正直依存させてなんぼの世界なんですね。
ビジネス的にですよ。だって、まあ私はよくこう依存ビジネスと呼んだりするんですけども、依存してくれてリピートしてくれた方がお得じゃないですか。例えば、まあ、全員がどういう意識でやってるかって、そういう意識でやってるとは思ってませんよ。例えば、占いに行きたい人っていうのは、いろんな占いに行きたいとか、あるいはセラピーとかね、そういうのも依存系の人が来てくれることで仕事になるわけですよ、こっちサイドは。なので依存してくれた方が楽なんですよ。だって占いだって自立するよりも、で1年に1回よりも毎月来てくれる方が、まあ極端な言い方をするとお金を落としてくれるわけで、なのでこういう心理学とか自己啓発っていうのは、そういう人が頼りやすい環境であるんですね。なのでこれもまた反面教師でもあるんですけど、うさんくさいって言われるんですよ、正直。私の中ではね、そういうふうに思われてるんじゃないかなと思います。で、私自身は自分が起業した時に、こっから真っ向から反対したいと思ってやってきたんですよ。たとえビジネスにならなくても、まあ、正直ビジネスになるかならないかで言ったら、依存してくれた方がビジネスになるので、そういう設定をした方がね。でもその道は完璧に抗ってきたんですね。で、それはなぜかというと、私自身の、まあこれはビジョンというかミッションというかね、考え方なんですね。一人一人が自分の人生をクリエイトしたいなら、そういう仕事しちゃダメだっていうふうに思ったわけですよ。で、私自身がやっぱり何か辛い時があったとか、まあ人間関係で悩んだりとか、ゼロではないわけですよ。毎日ありますよ。で、人のせいにしたくなることもいっぱいありますよ。で、なんで自分にはできないんだろうとかね、悩むことだってありますよ。だけど一点だけはいつも自分の中で意識してることがあって、で、それはもう絶対人のせいにしないっていうことなんですよね。自分を恨んでもいいけど、それは責任として受け入れなきゃいけないんですよ。なぜ私にこういうことが起こるのって思ったとしても、でも怒っちゃってる以上、自分の中から何か考えるヒントになる方法を考え出すしかないんですよね。で、そっから解決するしかないんですよ。そういう意味では、私自身が自分に対して、まあ、自戒の意味も込めて徹底してやってることだからこそ、まあだからといってね、他の人に共有をするつもりは全くないんですけども、ただそういうのに賛同してくれた人には、そういう道のね、話をしたいと思ってるわけです。なので、依存したい人は絶対私の方に来ないんですね。来てもらっても困るし、だけども、まあそういう意味では、私自身はブレてない。その部分に関してはブレてない。起業してから一回もブレてないんです。正直自分の中で、あ、こうやって依存的な感じでね、サポートしてったら、まあお仕事にはなるんだろうなっていうケースをいっぱい見てきたし、逆に依存したいだろうなっていう人から恨まれたこともいっぱいあるし、だけども、まあそういう意味でね、私結構怖い人って思われてるみたいなんですけども、そのリスクも背負ってます。はい。だけど、やっぱりマインドって自分の人生を本当にクリエイトしたいなら、自分の人生に責任を持つってことはやっぱり大事で、で、それに関してはみんな口ではそう言うんだけど、実際にどれだけの人ができてるかっていうと、なかなか難しいと思うんですね。で、チャレンジの中でもね、言ったんですけど、その人のマインドっていうのは全部見た目と言葉に全部出てきちゃうわけですよ。で、私はセッションの中でそういうのを感じる能力をまあつけてきたので、セッションの中でどういう言葉をこの人が使ってるかで結構アンテナがピンと張るわけですよ。で、そういうのがだんだん、まあ、慣れていくと、ライブのコメントとかね、あるいは私へのメッセージとかで、その人がどういうスタンスでどういうマインドで私にくれてるかっていうのも大体わかるわけですよ。で、そこでいいとか悪いではなくて、ジャッジをしてるわけではなくて、でもそれくらい人には自分のマインドが見えてしまうんだよっていう話をしたら、まあ、チャレンジの時にみんな結構びっくりしてて、
恐ろしいみたいな。でまあ私はそっから、まあ、自分の使っているね言葉をまず変えていきましょうみたいな話をちょっとアドバイスでさせていただいたんですけども、そういうことも含めてやっぱり自分に責任を持っていくっていうことは大事なんじゃないかなと思います。まあ、自分の人生に責任を持つとかね、クリエイトするって耳心地がとってもいい言葉で、なんとなく自由だったり、なんとなくこうワクワク感があったりするんですけども、でも本当にそこに行くためには慣れてない人には、慣れてないっていうか慣れている私ですら日々学びなわけですよ。なので、まあ、心が折れそうなことなんていくらでもあって、でもそこはその人の持っている覚悟だったり意思だったり価値観だったり、あるいは目指しているゴールだったり、そういう視点で見続けていくっていうのは大事じゃないかなと思います。はい、ちょっとね独り言の割には結構厳しめの独り言だったかもしれないけれども、ただ楽しくワクワク気持ちのいい言葉でね生活できるんだったらそれはそれでいいと思うし、そのチョイスは全然私はね否定は全然しないんですよね。ただ自分の人生を本当の意味でクリエイトしたいんであれば、やっぱりそこにはねただ好きなことを今のままでねゆっくりやっていけばできるものではないという前提で、もし自分の人生を本当にクリエイトしたいんであれば、そういう視点でご自身を振り返ってみる機会にしていただけたらなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。